岡田選手は三重県警で活躍した選手で、全日本選手権大会には7回の出場を重ねています。今大会最年長、3人出場していた60歳のうちの一人です。中田選手に対してはわずか1分ほどで2本を奪われる不本意な試合となってしまいました。盛んに技を出す岡田選手ですが、今一つ攻めが効いておらず、牧田選手の反撃を許しています。牧田選手が小手からの面で一本先取しました。このまま勝てば牧田選手がトーナメントに勝ち進みます。牧田選手が面に出たところに岡田選手が出後手を決め、一本一本となりました。岡田選手の面が決まりました。岡田選手の最後の面です。これで3者とも1勝1敗となりましたが、2試合で合計3本を奪った牧田選手が取得本数の差で辛くも勝ち進みました。